前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。しなやかさを失って嘘まみれ泥まみれ綺麗たい風景でしょう。より強くしたたかにタフな生き方をしましょう。まっすぐ歩きましょう。風は向かい風。どけどけどけ後ろめたいやつはどけ。無造無造の街に光を灯せ。どけそこどけ真実の通りだ。正義の時代が来るさ。希望の歌もあるさ。僕の命この世に捧げてしまっていいさ。瀬戸内ジャクソン、バース校一年の番長的存在の男。その腕っぷしの強さからバースの破壊王の異名を持つ竹城和久。瀬戸内がその右腕として最も信頼するバース校一年のナンバー2。彼なくしてバースは動かずとまで言われている。このままじゃクロマティに舐められっぱなしだぜ。うちの2年はクロマティには腰が引けている。だから俺たちまで奴らに見下されちまうんだ。おお、その通りだ。うちの2年もついでにやっちまうか。だがうちには上下関係を重んじる伝統がある。たとえ2年がヘタレでも1年の俺たちが文句を言うわけにいかねえ。クロマティは手強い。特に竹の内ってやつは切れたら手がつけられねえらしい。だがバースが常にクロマティの育った歴史に1年の俺たちの手で終止符を打ってもいいんじゃねえか。鼻毛が出ている。俺らだけでやるってのか。本気かよ。そいつは簡単には決められねえぞ。しかし俺たちはバースの名にかけて決めねばならん。クロマティと戦うか、それとも引くかを。間違いなく出てる。クロマティ、あそこは怖えよ。確かにな。気になって気になって会議に集中できん。よし、気づいたぞ。俺の祈りが通じたか。これで俺も安心して。な、移動している。だが落ち着いて考えてみるんだ。俺たちの戦力は決して負けてねえ。落ち着け。科学的に考えて移動するはずがない。だがまた鼻に触れた。ってことはひょっとして増えてる。竹城明夫の鼻毛も出ていた。そしてどんどん増えていくのであった。退屈だよな。うん、神山、学校ってこんなに退屈でつまんないとこだったっけか。ああ、それが学校というところだよ、林田君。感受性豊かなこの時期にこんな退屈な思いをしているのはある意味拷問に近いぞ。一不良として言うけど。だがそういう忍耐力を養うのも社会に出ていくために重要なことさ。基本的に学校は勉強するところだから楽しいわけがない。うちは悪学校だけど、そこら辺は普通の学校と同じだよ。とにかくよ、この見慣れた風景にはうんざりしてんだよ。ま、退屈ってことは無事平和で幸せなことなんだし。なんかこうあっと驚くような出来事はねえのかな。うまかってたんだ。林田君、前にトイレの前で見てなかったっけ。でさっきの話に戻るとさ、不良の人がよく勘違いしてるけど、学校とは勉強するところであって面白いこととか驚くことを期待するところじゃないよ。でもひょっとしたら他の学校はもっと面白くて楽しいんじゃねえのかな。そんなのは錯覚だよ。他人のものを見て羨ましがる子供と一緒だよ。知り合いのダチが通っている学校はすげえ面白いところらしいぜ。だからその友達は話を大げさに言ってるだけなの。うちと同じで普通さ。
要するにみんな退屈していて、だけど自分だけ退屈な人生と思いたくないから、無理して自分の環境は面白いと思い込もうとする。とにかくどこも一緒、うちと同じで普通なの。よくわかんねえけど俺は刺激が欲しいんだよ。はっきり言うけど、ここにはそんな刺激的なものなんか何一つないから、断言するね。あの馬、暴れ馬なんじゃねえのか。まったく、学校に馬で来るなんて不謹慎極まりないよ。まあそんなことはどうでもいいけどよ、やっぱ俺が思うに、よその学校はもっと刺激的で面白いとこだと思うんだよな。まだわからないのかい。どこの学校も退屈なんだ。学校が面白いという人は、退屈すぎてつまらぬことも面白く感じているか、自分の居場所は面白いと思い込んでるだけだ。つまり退屈なものにわざわざ退屈だと文句をつけるなということか。とにかくうちの学校は普通すぎるぜ。普通でいいじゃないの。普通のどこが不満なの。俺だってそんなすごいこと望んじゃいねえよ。ちょっと笑えるようなささやかな出来事さえあればいいんだよ。ちょっと笑えるような出来事か。ああ、まあよくある話だよな。あるね。いいよ。転がすんならさっさと転がしやがれ。そうはいかねえ。お前は大事な人質だからな。何人質。おうよ、お前を人質にしてクロマティの竹の内のこのバース校へ呼び寄せてやる。今日が奴の命日。畜生、卑怯な真似を。喧嘩に卑怯も減ってくればあるか、ボギー。今うちのもんがクロマティに向かってるぜ。秋から電話だ。黒子に着いたらしいぞ。よし、電話よこせ。はいよ。俺だ、瀬戸内だ。竹之内ってやつがいるからよ、そいつを呼び出せ。そんで竹之内にこう言ってやれ。前だってのを預かってるから、おめえ一人でバース校に来いとな。俺は今クロマティの正門前にいるんだけどよ、えらいもんを見つけしまった。え、何を発見したって。足跡だ。それもただの足跡じゃねえ。馬の蹄だ。それもどの足ほどもある大きさの。馬なのか象なのかはっきりしろ。だから馬だって言ってんだろ。象じゃねえよ。とにかくでかい馬だ。ひょっとしたら馬じゃねえかもしれないっていうくらいでかい。落ち着け、おめえらしくない。とにかく電話じゃうまく伝えられねえ。もうしかない。確かに電話だと何のことやらさっぱりわからん。おい、お前の学校は馬を飼ってるのか。いや、馬は飼っちゃいねえ。けど馬で通ってるやつはいる。今度は何だ。自動販売機だ。校門の前に自動販売機がある。おめえ何言ってんだ。販売機ぐらいうちの学食にもあるだろうが。いや違う、これは普通の自動販売機じゃねえ。一体どんな自動販売機なんだよ。いいか、よく聞け。この自動販売機、100円玉が入らねえんだよ。はいよ。多分それは自動販売機じゃねえ。またか。ゴリラがいる。ゴリラ。あのな、ゴリラみてえな顔のやつならどの学校でも一人はいるもんだろう。ゴリラみてえなやつなんて見たことねえぞ。見たことないな。ゴリラみてえなやつじゃなくてゴリラだ。わかったわかった、ゴリラがいるってんだな。けどどうせそのゴリラは学ランを着てるんだろう。バカ野郎、ゴリラが学ラン着てるわけねえだろ。ゴリラはいるのか。いる。だがうちの生徒かどうかは分からねえ。大変だ。もっとすごいもんが出てきやがった。あのな、ゴリラが出てきてそれ以上すごいもんなんかあるわけねえだ。
ゴリラよりすげえもんつったら、まさか宇宙人でも出てきたってんじゃねえだろうな。当たりだ。で、竹の内はいたのか。いや、竹の内はいねえ。これだったのか。っていうか、竹の内なんてどうでもよくなってきた。なぜ宇宙人がいるのに竹の内がいねえんだ。俺、もう帰っていいかな。戦略おふくろ様、先駆けクロマティ高校、次回もあります。さて、だいぶ夜も更けてまいりましたが、もうしばらく僕たちにお付き合いください。前田君とフレディの馬は仲が悪いのかな。痛ぇ。